こんにちは、朝9時です。今にも雨が降りそうな空模様になっています。金木犀、いよいよ咲いてきました。オレンジ色が濃くなってきましたね。一つ一つは本当に小さな花ですけども、香りは抜群です。形もね、色も可愛いですね。いつの間にか四季咲き木犀も咲いていました。ちょっとお地味で香りも弱めですね。ジャングルを開墾していたらコルチカムが出てきました。今日は氏神様のお祭りということで、昨日せっせとジャングルを開墾しました。宿根サルビアアズレアです。だいぶ刈り取ったんですが、まだまだたくさん咲いています。小さなアブがいたので、これを撮影しようと思ったんですが、ピントが合わないうちに飛んでいってしまいました。残念。ダリアアイオライトです。綺麗な形ですね。バーレーボキャバイン、放任で育てている割には可愛く咲いてくれています。かがこまち、これもかがこまちですね。アテネ、これはだいぶ長いこと咲いてくれています。これは房州小町ですね。もみじ葵の白、曇り空ですが咲いています。雨がポツポツと降ってまいりました。くす玉咲き水芙蓉、そして今日の彼岸花です。彼岸花の花咲き始めるとせいぜい1週間ぐらいだと思うんですけども、次々につぼみが出てきますね。時間差で咲いてくれるのですごく長い間楽しめますね。日向、日陰、それから他の植物の間でも関係なく元気に咲いてくれますね。かなり丈夫な植物だと思います。彼岸花で町おこしをしているところもだいぶあるようですね。山吹の葉っぱにヤマトシジミがいました。このブラシの木は昨日撮影したのと同じ花ですね。もう少し咲いています。そろそろ終わりですね。襲名菊たくさん咲いてきました。何かいるなと思ったんですが、多分コアオハナムグリだと思います。花粉を食べるそうです。ここからはガーベラをアップで見ていただきたいと思います。まだ我が家のガーベラ花数がありません。花によって色はもちろんですけども、この中心の部分とかね、違いがあるので面白いかと思います。滝井種苗さんからガーベラは買い求めていますが、丈夫なものが多いですね。これからたくさん花が咲いてくれると思います。丸尾とモグラ叩きゲームをしています。この間もちょっと遊んだんですが、ルールを忘れないようにまたやっています。丸尾は左利きなんですが、モグラ叩きの時には左右どちらもパンチを出してきますね。基本的にはこうやって遊んでいる時には爪を立てません。丸尾はかなりお利口じゃないかなと思うんですが、時々ね、口でパクッと噛もうとします。同じパターンを繰り返しているとこうやって膠着状態が続いたりしています。丸尾もね、なかなかあの手この手を使ってきます。
丸尾に負けないように脳を活性化させなければならないなと思っている今日この頃です。今日も皆さん元気にお過ごしください。さようなら。